ペシテラの市役所、ペシテラ、あるいはペシテラは、ブルガリア南西部の町、及び、それを中心とした基礎自治体。パザルジク州に属する。ロドピ山脈の麓、上、トラキア定地にある。古称、ペシテラはブルガリア語で、洞窟を意味し、多くの洞窟が、町の周辺にある。この地方で知られている最古の人類の痕跡は、新石器時代に遡る。 トラキア人の氏族、別シは古代より居住しており、紀元前4世紀にペシテラ渓谷に集落を築いた。町の名前を記した最後の文献は1479年、この地位がオスマン帝国のムスタファなる人物の所領になった時のことである。民族復興期には多くの橋や聖堂噴水、学校、家屋が建てられた。ペシテラで、 初の世俗的な学校は1848年に建てられ、また、ナデジダと名付けられた公民館施設は1873年に建てられた。多くの地元住民がブルガリア解放のための戦いに加わり、ペシテラは、ロト戦争中の1878年1月6日に、オスマン帝国の支配から解放された。1876年、 町にはおよそ八百世帯が住み、うち五百世帯は、ブルガリア人、六十世帯は、アルウマニア人、二百五十世帯は、トルコ人あるいはロマであった。ブルガリアによる初の公式な国勢調査は千八百八十年に行われ、町には七百五十八世帯、三千八百七十一人が居住し、うち千六百十八人は、ブルガリア人、八百五十六人は、 トルコ人341人はギリシャ人53人がロマ一人はカルカチャン人であった5年後の1885年ペシテラには876世帯4704人が居住していたペシテラから5キロメートルほどのところにブルガリアで最もよく知られる洞窟の一つスネジャンカがあるこの近くにはペシテラヘップの工場もあるペシテラは アルコール飲料マスティカの産地として有名である。ここで製造されるマスティカは、町の名前をとって、ペシテラと名付けられた。南極大陸のサウスシェトランド諸島、リビングストン島のペシテラ氷河は、ペシテラにちなんで命名された。ペシテラ基礎自治体には、その中心であるペシテラをはじめ、以下の町村が存在している。2008年10月8日閲覧。 ありがとうございます。